さあ皆さん、定刻25分になりましたのでステージ再開していきたいと思います。今お戻りになられた方どうぞ、少しね会場の中暗くなっていますのでゆっくりで結構です。お席の方にお着きください。会場内自由席ですのでお好きなお席でご鑑賞をお願いいたします。さあでは後半戦になってまいりました。続いても高校生の皆さんが盛り上げてくれます。上越高校の音楽部ボーキーの皆さん、高校入学時に結成し3年目を迎えます。やりたいと思った曲を自由気ままにカバーしているバンドです。ギター&ボーカル椎名、ドラム優、キーボードほのか、ベースかなと、この4人で活動しています。観客の皆さんと一緒に楽しめる演奏を心がけていますということで、ボーキーらしさを出しつつ全力で頑張りますということなんですが、ボーキーらしさは MC がちょっと緩めでも演奏はガツンとメリハリある緩急あるステージ、それがボーキーらしさだそうですよ。その辺も含めて皆さんにはお楽しみいただきたいと思います。それでは上越高校音楽部ボーキーの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ボーキーです。やばい、言うこと忘れちゃったなんだっけなんだっけ、あ、そう、今日2曲やるんですけども、1曲目缶ビールっていう曲で、コール&レスポンスをしてほしいので皆さんぜひ参加してください。よろしくお願いします。I'm not afraid to die.
ミュージックファンオーレに出演でさせていただいて、4人ともとても光栄に思っております。これからメンバー紹介の方をしていきたいと思います。ドラムのゆうです。ベースのかなこです。我らがギターボーカル椎名です。そして最後キーボードのほのかです。じゃあこれからもう第2部、午後の部続くので楽しんでってください。もうね終わっちゃうんですけども、まあ、ラスト1曲椎名林檎の罪と罰をやって終わろうと思います。最後までお願いします。Yeah!
ありがとうございました。ウォーキーの皆さんでした。ではギターボーカルを務めてくれた椎名さんね、準備ができたらこちらの方にお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう表情からやりきったって感じが伝わってきます。楽しかったですか？めっちゃ楽しかったです。そうですね、お疲れ様でした。でね、プロフィールにも皆さん3年生ということで、はい、なんかね、やっぱりいろんな思いもあると思うんですけれど、これからそれぞれ新しい道に進んでいくと思うんですが、はい、椎名さん、今後はどんな予定なんでしょう？もう音楽しかないと思ってんで、自分にはもう音楽の道をどんどん進んでいこうと思っています。ああ、かっこいい。宣言しちゃいましたね。宣言しちゃいました。はい、とすると進路的にはこれから先音楽のことをもうちょっと学ぼうかなという感じで、はい、決めているわけですね、はいはい。メンバーの他の子もそういう子はいるんでしょうか？あ、います。はい、教えてもらってもいいですか？ドラムのゆうくんが、うん、同じく音楽系の、同じく音楽系で、はい、これからまた勉強していこうかなということで、わ、はい、かりましたね。じゃあボーキーとしては今後はちょっとまた活動形態が変わったりするでしょうかね。どうなんでしょう？私はまだこのボーキー全然大好きでいるんで、もうずっと残しておきたいなって思っています。そうね、そう、結構私の周りでも高校の時からバンドを組んで今もやってますなんていう10年20年続けてるバンドさんもいますので、ぜひね、バンドを大事にねしていってもらって、でそれぞれ道はね違う道を進むかもしれませんけど、その積み重ねた、ね、道でまたいろいろな魅力をみんなで磨いてね、はい、より素敵なボーキーになるといいなと思うんですけど、はい、ちなみに椎名さん自身はこれからボーカリストとして、はい、どんな風になりたいありますか？まず、うん、まず、はい、オリジナル曲を作ることを大事に一番に活動していこうと思っています。あ、じゃあ歌詞とかも書いたりしようかなと。はい、書けないんですけどね。で、その辺はもしかすると今日出てらっしゃる、ね、バンドさんなんかもいますので、先輩バンドさんからもねアドバイスもらったりして、はい、オリジナルを、ね、披露されてたバンドさんもいらっしゃったのでね、どういう時に詞を書いたりするんですかとかね。はい、音楽を作るのは何でしょう、歌詞は書けるけど曲はちょっと思い浮かばないっていうパターンの方と、逆に歌詞メロディーは浮かぶんだけど歌詞が苦手なんていう方がいるんですけど、椎名さんどっちタイプでしょうかね？私はメロディーだけが先にパッと出て。あ、じゃあ歌詞が苦手タイプ。歌詞が本当に苦手で何も出てこないんです。あ、じゃあこういう感じの曲歌いたいんだけどメロディーは先にこうふーっと浮かんできて、じゃあそれ鼻歌とかで歌っちゃう感じなんですね。はい、じゃあそれを歌詞をつけてくれる誰かがいればいいかもしれない。そうですね。もしくは自分で勉強するっていう感じでしょうかね。わかりました。じゃあ今後はぜひねオリジナル楽曲も含めて、はい、また新しい冒険の一面が広がってくるといいなというふうに思いますので、応援してますのでこれからも頑張ってくださいね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。上越高校音楽部ボーキーのギター&ボーカル椎名さんに代表してお話をしていただきました。ね、みんなね夢を追いかけてこれからも音楽活動をしていく、ね、そんなメンバーもいるということですけれども、ぜひねここに来ているお客様、ね、皆さんの顔も覚えてもらってバンド名もぜひね、これを機に覚えていただければ嬉しいなというふうに思います。応援してあげてください。よろしくお願いします。ではこの後少しステージの準備をさせていただきます。準備が整うまでお待ちください。それではステージの準備が整ったようですので進めていきたいと思います。続いては
ブラッセリーリトルバンドの皆さんです。上越市を拠点に活動するビッグバンドブラッセリージャズオーケストラのメンバーのうち、ホーンセッション3人、リズムセッション4人で構成されたバンドです。メンバーそれぞれが県内各地のジャズライブ等さまざまな音楽シーンで活躍しています。今回は名トランペットプレイヤーであるリー・モーガンの作品を中心に演奏しますということです。さあ、このブラッセリーリトルバンドの大元であるオーケストラの皆さんなんですけれども、11月11日に高田世界観の方で自主ライブを予定しているということなので、そのあたりはまた後ほど詳しくお話を聞いていきたいなと思います。ではステージご注目ください。ブラッセリーリトルバンドの皆さんです。Thank you.
今日は7人でピックアップして演奏させていただいてます。普段は17人、8人くらいの大きい編成で演奏してるんですけども、今日はいわゆるジャズのコンボといわれる形で演奏しております。1曲目、2曲目ともに、ジャズトランペッターのリー・モーガンの作曲の曲で、1曲目がセオラ、2曲目がサイドウィンダーという曲を演奏しました。もしかしたらジャズが好きなお方とかはリー・モーガンの名前聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、ジャズの業界の中で、ね、有名なトランペッターですよね、五十嵐さん。業界で。イガモーガンさんですね。じゃあ2曲、3曲目に、演奏するのが、今度はゴードン・グッドウィンという、作曲だったり、作詞だったりの、ね、有名なプレイヤーの作曲した曲で、アン・エルシブマンというちょっと変わった曲を演奏します。
とうございました。アイエルシブマンという曲を演奏しました。次の曲で最後になります。次はまた、最初に演奏したのと同じリー・モーガンの曲でフォーカスフォーカスという曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。宮崎真一ございました。ブラッセリリトルバンドの皆さんの演奏をご覧いただきました、ね、普段は、ね、17、8人という大所帯のオーケストラということなんですけれども、昨年このようなリトルバンドを結成されて、ブラッセリリトルバンドとしても活動をされていらっしゃいます。さあではちょっとね準備が整いましたら、サックスの飯田さん、はい、マイクを持ってきていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、楽しまれましたか？楽しかったです。はい、お疲れ様でした。で、
ブラッセリリトルバンドとしては2年目そうですね、という2年目になりますねことなんですね、はいはい、リトルバンドの時とオーケストラの時ってなんか大きく違いって感じられたりすることってありますか？そうですね、大きい編成のビッグバンドの方がやっぱり迫力も出るので、はい、またこういった小編成のバンドと全然違うサウンドになるので、はい、その辺が楽しめるかなと思います。なるほど。そのオーケストラとしてのライブが11月の11日に、はいはい、予定されているということなんですけれども、場所が高田世界館になりますね、はい。入場は無料なんでしょうか？有料で、はい、時間とかその辺また細かいことは SNS で Facebook とか Instagram などで発信してますので、またそちらもよければチェックしていただければと思います、はい。検索するときはブラッセリージャズオーケストラ、そうですね、ブラッセリージャズオーケストラって入れて検索していただくと大体一番上に出てくると思いますので、皆さんよければそちらもチェックしてください。はい、昨年もね、確か私ここのステージでご紹介させていただいて、オーケストラの演奏会もありますよなんてお話させていただいたと思うんですけど、はい、昨年なんかいろいろ大変だったみたいですよね。はい、やっぱり世の中コロナウイルスでちょっと大変だったこともあって、はい、去年の11月に、ライブを予定してたんですけど、いろいろありましてちょっと延期になって、この間の4月に高田世界観さんの方でリベンジライブをさせていただきました。無事に開催された、はい、ということですね。もう本当にコロナ禍の間、お客様の、ね、中でも大変苦労された方も多かったと思うんですけど、ステージに、ね、上がるこういう演者の方々も細々と、ね、そうですね、肩身の狭い思いをしながら練習されてたんじゃないかなと思いますが、コロナ禍の時でどうされてました？やっぱり私たちいろんなところで演奏してるんですけど、いろんなところでやっぱりコロナウイルスの影響で、はい、演奏の本番ができなくなったりとか、そうですね、あと練習に集まることも難しくなってしまったりということがやっぱり多々ありました ね、なんか職業的にもちょっと NG が出てしまう、ね、方もいらっしゃれば、またね、一人でもコロナが出てしまうと、そうですね、もう皆さんで参加ちょっと控えようかなとかってなったりとかね、本当に、ね、そういう時期も経て、またこういうふうに皆さんと、ね、対面で普通に会話ができたり、ね、コール&レスポンスなんかも、ね、できたりするっていうのは本当に嬉しいことですよね。そうですね、はい。じゃあ今年の11月11日は、ね、予定通り順調にね、また開催されることを祈っておりますので、はいはい、またじゃあ詳細情報は皆さんバンド名で、ね、検索をしていただいて、ぜひぜひ応援に駆けつけていただければと思います。はい、じゃあこの後も、はい、活動の方で頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ブラッセリーリトルバンドのサックス飯田さんにお話を伺いました。ではこの後ラストライブ、最後の出演者になります。後ろの方にいらっしゃる方はもしよかったら最後ですので、ぜひね、前の方に今のうちに移動してきてください。ちょっと暗いですけれどもね、ゆっくりで結構です。今のうちにまだ準備をしていますので、ぜひぜひ近くで息遣い感じていただきながら楽しんでいただきたいと思いますので、ライブラストです。一緒に盛り上がっていきましょう。では準備が整うまで今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。ミュージックファンオーレ、いよいよ最後の出演者になりました。今私が紹介している間にやっぱり前に来ようかなと思った方は、少しずつ前に出てきていただいて結構ですのでね、ラストはぜひステージの近くで楽しんでください。活動20年、新メンバーが加入しましたロックンロールスーサイドの皆さんにトリを務めていただきます。今日はですね、パンフレットの中にじゃん、このようなチラシが入っていたかと思うんですが、ご覧になっていない方はぜひ後でチェックしてみてください。ロックンロールスーサイドの皆さん、10月14日にワンマンライブオーバー&オーバーを開催することが決定したということで、上越のライブハウスアースにてということなんですが、チケット絶賛発売中だそうです。そしてこのイベントタイトルにもなっていますオーバー&オーバーの楽曲、来月新潟の方でレコーディング予定ということなんですが、
このライブチケットを購入いただいた方にもしかすると後ほど楽曲プレゼントがあるかもしれない、そんな特典も予定されているそうです。ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。また見えますか、このピンクのラバーバンド、もう一色黒のラバーバンドがあるんですが、これロックンロールスーサイドさんのオリジナルのグッズになっています。私先ほどいただいてしまいましたが、今日はロビーのところでこのバンドと、そしてマフラータオルのグッズ販売も行われているということです。もしかしてすでに購入いただいている方はぜひ身につけてラストライブ一緒に楽しんでいただきたいと思います。それではいよいよ最後のステージになりました。皆さん一緒に楽しんでいきましょう。ステージご注目ください。ロックンロールスーサイドの皆さんです。Bye-bye.
帰ってきたぞ、オレンプラザで。帰ってきたってわけじゃないんですよ。去年はあの正式メンバーじゃなくて、あのちょっと濁し系のメンバーだったんですけど、今回は正式メンバーです、メンバー紹介はあえてしません。検索してください。じゃあここからちょっと元気よくいきます。ステージャー
だけど、ここはホールなんです。みんな
だんだんいい、だんだん、ね、これ以上やるとね、ちょっと時間がないからね、どんどんいきます。Thank you.
いらっしゃいますけどね、私も仲間入りさせていただきました。はい、またね、ぜひワンマンライブ足を運んでください。あのチラシの方も折り込みに入っております。さあ、ではここまでお届けしてまいりましたミュージックファンオーレエンディングのお時間となりました。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。それでは出演されたアーティストの皆さん、ステージ袖、またこちらの会場の方にいらっしゃったら前からでも大丈夫ですのでね、ぜひステージの上に上がってきてください。はい、ではエンディング、もう少し皆さんお付き合いください。登ってきていただいている間に、実行委員長の綿貫さん、一言クールなコメントお願いします。はい、今日ご来場ありがとうございました。またザ・スカレットオーケストラもご鑑賞いただいた方ありがとうございました。おかげさまで、今回このような素晴らしい公演開催させていただきまして誠にありがとうございます。まずオーレンプラザの、まあ、市の、ご協力といいますか、あの応援に非常に感謝しています。これだけの情熱を熱くしてくれるバンドのメンバーが、グループが、またメンバーがいますので、今後ともまた皆さんの応援を期待しております。はい、ありがとうございます。あのオーレンさんのこのような素晴らしい会場をご提供いただいたということで、はい、じゃあアーティストの皆さん、ね、上越本当にね、あの音楽頑張っている地域でもありますので、ここのオーレンプラザをまた発信基地として上越をね、盛り上げていきたい、そんな思いで開催しているイベントでもあります。岩野館長、来年も開催できることをね、期待していますので、よろしくお願いしますね。会場の方にいらっしゃいますかね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、あの特にね、あの高校生、今回あの4グループ、出ていただいてますけど、まあ、あのこれだけのステージを体験できる機会って本当に上越でもあのないので、今日のこ の, あの体験をですね、ぜひあの心に刻んでですね、どん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 上越から素晴らしいミュージシャンが育つように、またこの感動を胸にですね、また明日から頑張って練習してください。はい、はい、ありがとうございます。もうね、素晴らしい音響さんと照明さんもね、バックで支えてくれて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ステージ袖のね、あのスタッフの皆さんも本当にありがとうございます。そして観客の皆さんあっての、ね、イベントですから ね、皆さんでお辞儀しましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。なかなかご応援ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ここからきっと上越を背負ってね、あの頑張ってくれるアーティストさんが出てくると期待をしまして、そしてまたこのミュージックファンオーレも何年も続くいいイベントになるように皆さん記念をしまして、大きな拍手で締めたいと思います。また来年お会いできることを信じて、では皆さん、さようなら。ありがとうございます。